回のバトルの舞台は桔梗コース4番ホール、482ヤードパー5。右サイドはグリーン脇まで OB が続くので、ティーショットは左の山裾狙いで攻めましょう。さあ桔梗の4番ホールロングになります。こちら中川プロ、特徴を教えてください。はい、このホールは距離の短いロングホールになります。でティーショットからずっとグリーン周りまで右サイドは OB になるので、ティーショット以降ですね、セカンドも右に行かないようにだけ注意してもらえればいいのかなと。はい、そうすると2オンも狙えそうな。2オンはそうですね、飛ばす方だと全然可能だと思うので、うん、なんか前回2オンしたチームありましたよね。そう、金子様が確かツボされてます。ただティーショットはレイカちゃんです。じゃあ行きましょう。はい、中川プロお願いします。あ、やばい。大丈夫じゃん。はい、ちょっと老けちゃった。ちょっと老けたか、はい、な。よし、振るぞ。よし。わー、ナイス。振りました。ナイスボールです。どうも。はい、ナイスです。まあまあでしょ。素晴らしい。ね、素晴らしい。まあまあでしょ。素晴らしい。ではレギュラーティーから伊藤さんのティーショットお願いします。はい、よろしくお願いします。おー、よいしょ、飛びました。いい球ですね。ナイスです。はい、ナイスです。いい球出ましたね。ナイスショットです。ではレイカプロ、はい、はい、お願いします。文句なしの、うん、ナイスです。もういいですね、これで。はい、ナイス。よいしょ、いいボール。皆さんいいですね。ね、よいしょ。はい、ナイスです。ティーショット良かったですね。ね、ね。まあ、ここもやっぱ、あ、最低バーディー。はい。必要。最高アルバトロス。最高イーグルですか。アルバトロス。アルバトロスは長らくじゃ出るもんだから。シゲさんあります？え？ある。あります。うん、すげえ。試合じゃない。試合じゃない。すごいな。一回だけ。あれってホールインワン並みにすごいでしょ。ホールインワンよりもすごい。ホールインワン全然確率違いますよ。すごいな。ただ入ったとこ見えてないで、ライトで。ってことはあれ、ない、球ねえなねえなっつってカップの中入ってたってこと。すごい。お、ラフに2つ。ちょっと左側に打ちます。はい、うん、ちょっと左すぎた。まあでも、うん、大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい、ナイスです。じゃあ中川プロはここは思い切って、はい、僕は攻めていきたいと思います。あれ、この辺ですよね。あ、やべ、左行っちゃった。左より右って言ったのに。まあ横は横ですね、距離は横だと思うんですけど。本当、はい、ただアプローチちょっと寄せにくい方行っちゃったな。右サイドの方が良かったですね。確かに、はい、はい、さあ前々回と同じような作戦で、いやちょっと厳しい、ちょっとフォローが前回もうちょっと前だったんだよ。アゲンストだったけどね、うん、前
どこ行った？いや、ピン方向なんですけど、低くてめっちゃハーフトップでしょ、今。はい。まあまあ、チョロかと思った、今。球が見えなかった。え、どんな球今。低い球でした。いや、言い方綺麗だけどさ。いや、普通に低い。あ、そう。ピンに向かってストーンって感じで。僕も今、全然見えなかったっす。多分俺の目線よりもだいぶ低いとこ飛んでたんだろうね。レイカちゃんも前々回結構近くまで行ってたしね、うん、でも今回も左下がりすごいきついので、うんうん、うわ捕まった。ちょっと左、まあ落ちては来るでしょう、うん、うん、決定しょうがない、はい、ノープロブレム。じゃあお願いします、はいはい、よいしょ。おはようございます。おはようございます。狙ったところに置いて、狙ったところにちゃんとオンすると。いや、今のところ伊藤さんの作戦は成功してます。ありがとうございます。アプローチがダメなんで。に。あ、これも。はい、これの方が近い。はい、止まって。いや。はい、ありがとうございます。こっち選んで正解ですね。ありがとうございます。はい、ナイスです。いや、素晴らしい。ありがとうございます。さすがプロ。いいいいいい。おお、ナイス。ナイスです。サンキュー。ああ、ナイスです。ナイスです。ほぼ OK。 ほぼ OK ですね。これも素晴らしい。入れ、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 ナイス。ありがとうございます。素晴らしい。うわー、すごいな。素晴らしい、2人とも。これバーディーバーディーにはならないんだよね。バーディーでマイナス2点。バーディーバーディーでマイナス2点。そんな視点の勝ちですか。何何。はい、お先です。お願いします。すごいルール作った今。はい、大丈夫です。まずね、大丈夫なんですけど、イメージはこっちが出るのでこっちもいいし、どっち。こっちはスライスですか。これはスライスです。結構曲がると思います。さあ、どっちを選ぶかだね、これ。ワンボールぐらいでいいんじゃないかなと思います。ワンボール、はい。じゃあ僕まずは強めに打ちますね。はい。大きっ。うわー、本当だ、曲がらない。入れちゃいます。はい、はい、打てるかだな。うわー、ちょっとこっち。カップ左縁ぐらいだ。伊藤さんがなんか怖いんだよ。なんか持ってそうで。左縁。はい、この辺り、はい、はい、はい、スライスしたよね。はい、ゴー。もっと左だ。見せられなかったな。惜しい。はい、弱かった。一打開きました。皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。さあ、ここでは、バーディー2つじゃないですね、1個です。2つ1個です。で、バーディー1個取ったんで、1アンダーでイーブン。
状態でございまして、はい、1打差ついておりますけども、はい、まだまだ来週もありますね。すね、はい、まあ、伊藤さんもちょっと持ってきてる感じがしてる。予定通りです。そうですか。1個上げといて、はいはい、こっから逆転と。まあだから、1ホールで大逆転が可能性もあるということですからね。はい、気を抜かす、はい、ね、頑張っていただきます。はい、じゃあまた来週も引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。